岩瀬仁紀、通算19年1002登板、59勝51敗407セーブ、防御率 2.31、 ウィップ 1.13。 これ地味にレジェンドだよな。派手定期歴代最強の抑えってことでいいか。メジャーで活躍した上原のが上やろ。日米通算の佐々木381セーブの方が上。球界に岩瀬の名前がコールされる喜び、先発適性もあったやろ。岩瀬クラスでも生涯防御率1点台無理なのか。死神呼びなのに本人の性格が内気なのも好き。頑丈さは歴代トップレベルやろ。投げ方と消耗してなかったのが良かったんやな。メンタルがヤバすぎるだろ。